ちやん。今フィニッシュ。イズトレイルジャーニー。じゃあ皆さんで応援したいと思います。第1位の選手がやってきました。ウィナーがやってまいりました。最後の坂を上がってきます。さあ誰だ。さあこの強豪の選手を制したのは伊藤浩選手。聞きたいこといっぱい。あ、だから大丈夫ですか。椅子をもし、はい、椅子が1個あれば、はい、いや伊藤さんはね、まあ、まずは今日はどんな展開でしたか。どんな感じ走りでしたか、ご自分の中で。去年の失敗がして、前半は抑え気味に行って、はい、で、高校マイペースで行って、はい、拾って感じで行ったんですけど、はい、気がついたらトップになって、はい、いや伊藤さんはですよね、去年 ITJ が13位ということで、比叡山の50マイルが8位ということでね、あのもちろん実力者だったではあるんですけども、どうですか、いきなりのこんなビッグレースの優勝ってことでね、なんかほんとご自身が多分いつも驚かれてるのもあるんじゃないですか。ね、40分ぐらい早いです。そうですよね。おお、すごい、ね、だいぶ成長しました。いや、すごい。伊藤さんはね、あのだいぶ前から頑張ってるのをずっと見ていて、ただいつもこう、なんだろう、10位とか連のポジションが多かったのかなっていう感じで、いきなりですよね、もう。でもあれですか、やっぱりなんかこう、今回期するのもあったんですか、やっぱり調子が良かったとか。最近練習方法変えてて。あ、へえ。いや、なんかこれ絶対みんな来たいですよね。どんな風に変えたんですか、ちょっと。もうスピード練習嫌いだったんですけど、はい、ジョグとかしか嫌いだったんですけど、はいはい、逆にダッシュとか入れて、逆ダッシュとか、はい、スピードについて出るようなしました。インターバルとか逆ダッシュとか、うわー、やっぱり逆ダッシュがいいんだ僕の技術は間違ってない。早速ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でもさ、あれですね、この ITJ の優勝っていうのは大きいんじゃないですか。アジアトレイルマスターの最終戦ってことでね、外国勢も多数来た中での優勝ってことなんですけども、さあ、ここ、もう終わったばかりで、はい、今後っていうのもなんですけども、どんな、あれですか、将来的なビジョンが。MTMF が抽選当たったんで、それに向けて。そう。そうですね。いやもうぜひ、ね、ITJ をねステップにして UK ベースを、そうですね。ね、かつて小原選手とか、はい、小原選手とか、はい、ね、数多くの選手いますよね。ぜひぜひ、もっともっと高い位置に、ね、行ってほしい。あとね、地元の静岡、富士市ですか？富士市ですよね。本当にUTMFで活躍したら本当に盛り上がりますね。盛り上がりますね。スタートの地ですから。そうですよ。地元なんで負けられないですね。ね、負けられないです。でもなんか本当まだ余裕ある感じですね。もう次2番手が選手が帰ってきましたね。ね、ね、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。ボー選手でした。ボー選手、おめでとう。おめでとうございます。もうすぐまたこの2位が、いやー、ボー選手ですね。2位選手がやってまいりましたね。昨年伊藤さんは50、13位で選手ですかね。2位の選手がおめでとうございます。すごい、第2位です。松島ちょっと歓喜余ってる感じの会心のレース、おめでとうございます。ロッコさんに吠え、お疲れ様でした。また2番でした。すいません、汚いけど、とんでもない。ありがとうございます。よく頑張った、本当に。
ちょっとあ、大丈夫ですよ。大丈夫。はい。喋れるので。はい、使って。すいません。ありがとうございます。松原勝弘さん。お疲れ様です。おじい、おめでとうございます。ありがとうございます。ポーリーさん。ね、今年の比叡山で 50K で2位になって、はい、もちろんね、実績があるということで、すごく期待はしたんですけども、はい、ただ、またね、こう性格の違う ITJ で2位というポジションで、はい、どうですか、今日の率直な今の気持ちは。いや、もうすごく、僕の師匠が落としてきたものをちゃんと2位でしたけど、取り返せたかなと思ったので、はい、すごいもう、嬉しいですね。7時間も切れましたので、はい、切りました。はい、ちょっとまだ去年のアレフコーターさんとかの記録からするとちょっとほど遠いですが、うん、まあすごく途中苦しかったり諦めようとか思ったところあったんですけど、はい、諦めず最後まで行って自分としっかり勝った結果がついてきたのかな。今日レース展開的にはあれですか、ご自身がこう思い描いたケースでした？いや、僕が考えてたのはもう本当にずっと後ろの方でいて、うん、もう残り40キロ、35キロぐらいから上がっていこうかなと思ったんですけど、はい、もう25キロ前ぐらいからもう前の方に行ってしまって、ちょっとオーバーペースかなと思って一回緩めて、はい、もう一回勝負かけようと思ったんですけど、ちょっと1位の人についていけなくて、あの結果を話されて、でも結果的にはね、その選択がね、正しかったっていう形ですね。そうですね、うん、まあちょっと無理せずに行こうと思った結果が、まあ、サインの人もメイドライドも今回注目選手の辻さんも、はい、追っかけてて、でちょっと今回僕が一番負けたくなかった町田選手にも勝てて、まあ、そのなんすか、ね、戦略がうまくいったから今勝てて、うん、この結果がある。町田選手はライバルですか？ライバルというか、今回ちょっと僕一番負けたくない、先週 FTR でもう最後の5キロ、10キロあたりで僕負けちゃってるので、一緒に行ってたのに。ああ、そうですか、そういうあれもあったんですね。そうですね、なので今回もう絶対勝ちたいっていうのがあったので。すごい、でも。いや、でもね、これは結構1位の伊藤選手ともそれほどそこなかったっていう。結果的には見えてました？いや、見えてなかったんですが、もうどっかでも追いつきたいっていう一心でもうずっとロードを出た時、足が動かなかったんですけど、もう分かんない、どっかで追いつけるんじゃないかと思って、ちょっと諦めずに、はい、最後までスタート地点で、ね、松崎進行で見かけした時はすごい緊張した顔して暴れてました。いや、僕もうなんか目がこう、なんていうか血はしたんで、あなたね、声をかけにくいような雰囲気だったんですけど、でもやっぱりその気持ちがあったんですね、やっぱね。もうそうですか、今回やってやるぞっていう感じの。そうですね、まあさっきも言ったように忘れ物取りに来てたので、師匠の、師匠、師匠、岡山のレイドライフのプロトレイルランナーの岸本涼太選手が岡山にいて、その人は僕の師匠で、僕はその人から走り方とかアドバイスも。なかなか中国地方にトレーランニングのスターっていうのがなかなかいない中、これからね、ご自身が引っ張っていくの、はい、ね、そうです。僕自身っていうよりはもう岡山のその岸本選手と、ああ、まあ、他にもまだ強い選手がいるので、その人だともうみんなで岡山を盛り上げて、ね、いきたいなっていうのは思ってます。これね、Facebook の生中継全国は、まあ、あるいは全世界に繋がったわけなんですけど、まさかやったぞっていうのが松原さんの応援してくれた、ほんまですね、皆さんに一言を呼びながら。そうですね、はい、まあ、特に中国地方で応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。ちょっと優勝はできなかったんですが、2位という結果で、まあ、ちゃんと落とし物を拾ってこれたのかなって僕は思っているので、これからも中国地方を盛り上げていけるようにしっかり頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。ちょっとうまいこと言えないです。いやいや、もう十分ですよ。いや、でも素晴らしかった、第2位のね、松原、勝弘、ごめんなさい、帰ってきたですね、サインが。
お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。私はほんまありがとうございました。はい、そして第3位の選手が、うわ、結構あれですね、本当にあの間髪なく、ピエール・フェリエール、ピエール・フェリエール、ピエール・フェリエール選手、フランス。ピエール選手おめでとう、第3位。ピエール選手、フランスから、まずはおめでとうございます。ね、ピエール選手フランスからということで、あの ITJ 多分初めてのコースだと思うんですけど、今日のコースの印象などを含めて、まあ、お願いいたします。It's a very difficult race, I find, because you have to run everything. I come from Hong Kong, and it's, you know, it's very steep, so we have to run, walk all the time. But here, like, you run all the time, so it's very hard. Hong Kong のレース、よく今香港に住んで、香港のレースって言ってますけど、結構あの登ったり下ったりやって、結構歩きが多いんですけど、このレースは本当に全部走らない時間で、とても大変だったです。そうだと思いますね。Yeah, but the weather is good, it's cold, so it's, I can push. でも天気はとても良くて、あのちょっと寒くて、あのいつもよりもっとプッシュできることができました。いやでもね、あの初めて走られてこの3位でタイムをね、あの4時間ちょっとということで非常にいいタイムで、ご自身はどうですか、この成果に対しては。 With this race you came in third and also you have a very good time, just over 7 hours. How do you feel about your race and time? It's a good surprise because I was targeting around 7:20.とても驚きました。自分でも7時間21分ぐらいをターゲットしていたので。And I didn't know I was third until Sydney at 55. I thought I was like more 8-7. 自分が3位だったっていうのを知らなかったので、あの55キロぐらいまで、7位か8くらいだったなと思ったら。Yeah, and I ran for like 30K with a...A North Face guy, I think he will be coming next. And so he was just behind me, so I was scared until he's coming. 30km くらい、North Face の選手、高級選手からずっと追われて、もう必死に逃げました。谷選手、多分もうすぐ来ると思います。It's beautiful, it's nice, very nice. もう少しね、ね、素晴らしかったと思います。まあ、本当にあの、ぜひね、また来てほしいと思いますし、いやでも本当にあの、この大会、非常に日本でも非常に大きな大会なので、この大会で3位なんてことは、ぜひぜひ、あの、胸を張って、誇りに持って、あの、香港、母国に帰っていただければと思います。ありがとうございます。We would love to have you back in Japan again. This is one of the biggest races in Japan, so to place third in such a big race, you should feel very proud of your achievement. For sure. When you go back to Hong Kong, please come back again. I'll be back for sure. Yeah. Yeah. ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah. Yeah, この前で、レーシングレーニングだった。 Yeah, we're at this point. We can find one of the... Yeah. お疲れ様です。
ビッタディアンのジュガーさあ、ね、さあ今トップ3の選手がトップ3の前でホトンを取ります。フレッシュな、ね、新生誕生といった感じの新生な優勝した伊藤も右側2位の松原勝彦、そして左端3位のフランスが、フランス人で香港在住のアンドリス・ピエ・アンデ・フェリエ、この3人がトップ3となりました。イズ・トレイル・ジャーニー、今年は新しいチャンピオン、ヒーローが誕生した大会となりました。イズ・トレイル・ジャーニー2018、新しいドラマが生まれた今年のイズ・トレイルとなりました。新生が誕生しましたし、なかなかあまりね、中国で中国選手もそうだから頭角をちょっとこう新時代やりてくる時代は今まではこうどちらかというと息した選手が料理をこう頼めたわけですけど、一気に全員エリート選手の枠ではない方がワン・ツー・スリーっていうのは、高校にしてからは初めてかもしれないですね。アジアトレイルマスター、ディレクターのクリスさんがインタビューしています。今年のイズトレイルジャーニー、この結果事前にはなかなか予想できませんでした。伊藤さんもですね、優勝はされましたけど、前半は走って前に出たんですよ。トップ点圏内だと走ってきました。で今映ってるのは松原何回間違えるか、松原勝弘さん、ダイエスもう無名選手ですけど、松原勝弘さん、これでも間違いないです。これで目に刻みます。松原さんは、今年からトレイル今年一応ね、去年から練習に力入れて、で今年ぐらいから今度レースの方に力入れて、で、多分まだ2年ぐらいまた次の選手、第4位の選手がやってきましたかね。さあ、第4位の選手、いやでも結構時間があれですね、それほどちょっとそう差がないですね、はい、本当に今回ね競ってる感じで、やっと最近第4位どの選手になるんでしょうか。今20代28です。になりました。ああ、来ましたよ。今、間もなく。今、話したのが、松原勝弘さんでした。2018位の松原勝弘さん。第4位の選手が間もなく、やってまいります。第4位の選手は、エリート選手になりますかね。さあ、第4位の選手。アニ選手、おめでとうございます。昨年の第10位からそうですね、ジャンプアップしましたね。選手もジャンプアップ第4位、はい、ね、最後3位だった、フェリー選手がずっとあのノースフェイス着た青いアニ選手をね意識したいということで、アニさんお疲れ様でした。いや、座ってください。朝6時から走ったのが本当に考えたわって大さんお疲れ様でした。昨年の10位からね4位ってことでジャンプアップ、今ご自身のお気持ちとしてはどんな気持ちなんですか。
そうですね、今回やっぱり去年よりやっぱりタイムを意識して少しでもちょっと自分の記録を、はい、更新したいなと思って走ったので、まあ、去年は、7時間25分で今回12分とかで13分記録が更新できたんで、まあ、目標は達成できたと思います。3位だったね、フランスの、デイ選手が大差を常に意識して、ね、彼がずっと後ろから来るのがフォーマスだよねって言ってましたけど、いやあの方すごい速くて、上りもすごい力強い上りもするし、なんて言ってもやっぱり走りがやっぱり、日本人とはやっぱり持ってないようなリコースダイナミックで、僕の後半も、ある走りをされてたんで、もうついていくのに必死で僕ももう最後は離れてたんで、やっぱりさすが力の強いです。いやでもね、すごいそんな差ないんですよね、トップからね、4位までね。だからまあこう考え方次第ではもっともうちょっと頑張れば、そうですね、表面のポジションを狙える、ね、1枚来てると思うんで、もうちょっと、まあ、来年もまた出る機会があれば、次は目指して、そうしていきたいと思います。今回優勝されたあれです、ね、伊藤選手は昨年13位に ITJ、 そうですね、去年も一緒に走って、普段も、お付き合いがあって、あ、そうなんですか、はい、伊藤さんとね、あれごめんなさい、神さんも静岡なんですか。自分静岡で、静岡市なんですけど、地元は南伊豆。お友達、伊藤さんお友達同業でもある。同業で、え、あ、消防士さん、消防士さん、南伊豆です。そうだ、思い出した思い出した、地元乗って高齢さんが出たじゃないですか、そうだ、南伊豆のね、いやでも、やっぱり消防士さん強くなる、消防士さんいろいろってね、そうですね、期待とか、もちろん消防がリーダーになって、そうですね、静岡の消防士ちょっとやってやるぞみたいな、そうですね、そんな雰囲気なんですか、そうですね、みんな、そこだけちょっともう、まあ自分は静岡富士市なんですけど、そうか、いやいや頑張って、さあでもね、谷さんね、どうですか次のビジョンっていうか、ターゲットを、そうですね、今年はだいぶ11月から連戦で、長いのかなと短いのかな、はい、やってきたんですけど、来年はちょっと、もうちょっと長い100マイルとか、はい、そっちに調整していきたいなと思って、今日もそれを想定して、心拍をなるべく上げないように、なるべく、はい、これ、またここから折り返して、また松崎に戻るような、そうですね、それ考えちゃダメだね、それ考えちゃダメだね、100マイル、100マイルになればね、走るもんなんで、はい、でも、本当に頑張ってください、はい、いやいや、本当に谷さんおめでとうございます。第4位ということで、地元静岡、消防士、消防士ついてますね、この年は、消防士さんはすごい、やっぱ、はい、でもなんか安心ですね、やっぱりね、我々もこうなんて安心して暮らせるこんな素晴らしい消防士がいればね、静岡もあったいですね、はい、防災圏ですから、山も多く抱えてる、そうですよね、はい、本当にいろんな意味でね、トレランニングにそんなのかまた違った意味でもなんかサポートしてもらえそうね、ありがとうございました。ありがとうございます。第4位ですね、谷信也選手です。地元南伊豆出身の選手で、どうぞもう一度大きな拍手をお願いいたします。谷さん、今回はフェイスブックで流れてるんで、なんか応援なさっている方に一言ご感想とか、そうですね、家族は今日来て、ケアサポートしてくれたんですけど、こうやって言ってたんですよ、今、これ生で本当ですね、さあ、一言みんなやりました、翔さん、なんとか4位進めました、ありがとうございました、はい、なんか控えめな、ありがとうございました、はい、第4位の谷さん、おめでとう、おめでとうございました、美味しいものいっぱいあるからね、食べられないから、まだすぐには、はい、そうですね、
や、もう食べたくてしょ。食べたくて、はい。あ、すごいよ。たくさん出店者もありますので、はい、見てください。石窯ピザとかですね、あれよく食べる。よく食べる、はい。あ、そうっす、はい、石窯ピザ。この辺よく出店してるんですね、はい、いろんなところ、はい、静岡にも。あ、そうなんですね、はい、来てくださる。はい、まあ、温かいもあるんですよ。4時から表彰式やね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。4位の谷信也さんでした。見事なフィニッシュでしたね。この先ほど高村さんのインタビューにもありましたように、トップの伊藤光選手は静岡県の富士市の消防、こちらの谷さんは静岡市の消防で、第5位で、南伊豆の出身ということで、大活躍の第5位の選手が出ました。第5位がこれからフィニッシュラインに到着します。7時間18分が経過しております。7時間18分ってことで、結構やっぱり接戦でしたね。全体的に決まってますね。まだ30分経ってませんからね。あ、またやってまいりました。第5位の選手は、辻智弘選手。さあ、レイドライトの選手。選手が辻サメド。第5位。昨年と同じ、しくしくも第5位ということで。どうぞこちらの方へ。ください。ちょっと表情に悔しさもちょっとある感じですけども、ホスト選手ですね。辻さん、お疲れ。走り終わった後ばっかりです。お話聞くのも本当に申し訳ないんだけど、第5位、昨年ほど5位、今年も5位ということでしたけども、まずちょっと感想を聞かせてください。ちょっとやっぱ悔しいですね。一つでも上げたかったので嬉しかったです。でも楽しかったです。楽しかった。はい、辻さんはね、いつもこう笑顔ニコニコスマイルで、なんだろう、本当に笑顔がね最大の、なんかこうすごく印象的なんですけど、今日今ゴールした時にあまり笑顔がなかったので嬉しかったんだろうなってちょっとすごく思ったんですけどね。ですか、でもね、今でもね、辻さんもね、なんかこうご自分の名前を挙げられてきて、まあ、そんな中で、まあ、なんですかね、しっかりと着実にこう結果を残したということではあると思うんですけども、まだ納得いかない。あ、でも、納得は言ってるんですけど、今の自分の実力なので、練習不足というか。練習してまた来年リベンジしたいと思います。はい、わかりました。実は次のターゲットは何ですか？次はロードをちょっと出ようかなと思ってて、マラマラソン、はい、琵琶湖、あ、毎日マラソン琵琶湖、はい、先週に福岡、はい、先週福岡入って走って、インタビューの選手が第6位の選手が入ってまいりました。第6位の選手がどれ違うんですか？町田智弘選手、お疲れ様でした。こちらの何かいつもの町田さんの笑顔があまりないが、ま、ちょっと怪我をしてますね。ちょっと大丈夫かな。ましょう。そう、出せますか？大丈夫ですか？なおしたら、そうですね、もう25キロでちょっとしばらく足が動かなくなっちゃって、はい、でなんですけど、なんとか、まあ、最後はちょっと持ち直してゴールはできました。いや、でもね、そういう日になるんじゃないですかね。そうですね、結構今年はレースたくさん出たんですけど、はい、まあ、どんな展開であっても最後までベストを尽くすっていうのが自分のモットーなので、それは果たせたかなと思います。町田さんは今年は大きな1年だったんじゃないですかね。 SPY の3位から、スカイビューの、ね、優勝も得て、一気にこう町田智弘っていう名前をこうこの、ね、世の中にドーンとな印象付けましたけど、ご自分の年としては、まあ、でもね、いい1年だった
ていうぐらい。そうですね、ちょっと先週も香港で悔しい勝ちに刺されてっていう悔しい思いがあったんで、その分まあ今日は最後までどんな展開でも粘りたいと思ってたんで、今年1年のまあ集大成としてずっとやってきたことは出せたのかなって思います。ね、本当に立派な結果です。結果あると思いますが、来年はどんな年にしたいですか？そうですね、どちらかというと僕は結構走力が劣っていて、こういう走れる感じのコースがあまり得意でなくて、まあ初めてだったんですけど、なのでちょっとそこを克服したいなってずっと思ってるので、どういう、まあ、コースレイアウトのコースでも安定して走れるように、そういう弱点を潰していきたいなって思います。ロード練習とか、ね、そうですね、スピードトレーニングとか、はい、そういう系をあれですかね、入れていきますかね。そう、ガンガンやってみたいなと思います。はい、ペースの走力を上げると。はい、分かりました。ちょっと怪我しながらね、ごめんなさい、インタビューも申し訳なかったんですけど、はい、ちょっとゆっくり休んで、ちょっとまず球をあれですね、体がちょっと消毒すぐした方がいいですね。はい、休止してもらって。6位の町田智弘選手、おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。まずは体をゆっくり休めてください。非常に長い時間ね、怪我なんかね、はい、フォームが続いちゃって。第6位の町田智弘さん、はいはい、25キロぐらいのところで転移をしたとあって、真っ赤な鮮血、天の、ね、血が滲んでいて非常に大切かったですけれども、はい、第6位まで落下しました。まだまだイストレイルジャーニーは続きます。ライブ中継、ライブフェイスブックページでご覧ください。よろしくお願いします。辻さんも来ました。